ほら、ほぼ。おはようございます。今日はね、急いで飯食って、この後新宿行きます。で、ちょっとね、HIV 検査行こうっていう動画撮ってくるんですけど、とりあえず朝飯急いで食います。オートミールとバナナ、で、あとこれ、グルです。で、これが、お茶漬けの素です。はい、じゃあ新宿着きました。これからね、人気ゴーゴーボーイのエイト君っていうこと、ドラッグクイーンのアナのモチルコさんっていう方と HIV 検査行きましょうよっていう召喚動画撮ってこようと思います。じゃあ遅刻してるから急ぎ行きます。急ぎます。何も喋んない。え、あれ動画っすか。動画写真、これ写真撮ればいい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。まあ、ここは新宿なんで、街中にダンベルが落ちてることは普通にあります。ということで、YouTube の撮影、YouTube じゃねえや、HIV に行こうっていう動画撮り終えたんで、これから脱毛屋さん行きます。はい、じゃあ10名はい、ということで今日も脱毛お世話になりました。はい、これで終了です。メンズハーニーズ新丸子店、皆さん夏前に脱毛、これどうでしょうか。あったかい。あったまるわ。ということでご飯の準備を整えました。オートミール 100g とお茶漬けです。あとこれが胸肉 250g 食べます。はい、美味しそう。ということで、ちょっと寝ちゃいました。移動のダメージっていうのは結構あんね。まあ、今日なんか疲れたわ。撮影に、除毛に、除毛、脱毛か。まあ、いいや。これからジム行ってきて、まあ、サクッと足やっちゃいます。で、帰ってきたら、淡々系の長い動画一つ撮って、記事をもう一本作成したいなと思っております。はい。じゃあ。変なおじさんたら。ライブ。ということで、飯の準備が整いました。これからね、一味をかけてボチ仕上げます。で、ボチ食べます。今回胸肉 300g とオートミール 100g で作りました。めっちゃうまそう。おーいやー。動画撮影終了しました。疲れたわ。眠いわ。風呂入るわ。みんなおいでよ、俺たちの街へ。ありがとう。まだ残ってたか。ライブ。ということで、お疲れ様でした。昨日だよね。昨日は自分的には忙しい日。東京で、まあ、HIV 検査を受けようっていう紹介動画を、まあ、3時間ぐらいかな。その、あれ以外もちょっといろいろ撮影があって撮ったんだけど、まあ、3時間ぐらいかかって、その後脱毛行ってと。で、飯食った後ちょっと疲れて、もううつ伏せでもうぶっ倒れてたんだけど、まあ、それ起きたら、シトレ行って、で、記事書ければよかったんだけどね。ちょっと記事はもう朝なんで断念です。動画、淡々系のね、動画一つ撮ることができました。で、まあ、梱包はね、もう袋、封筒はもうね、書き終わってるんで、あとは袋詰めして送るだけなんで、今日はね、まあ、梱包でしょ？パーカー送んなきゃね、梱包と記事と、まあ、淡々系やら、ご飯の動画やらちょっと撮れたら最高だと思います。まあ、まずね、ちゃんと昼に起きることだね。寝すぎたらまた、ね、梱包とか間に合わないから。で、明日はトレーニングオフです。で、明後日は、大学の先輩からね、お誘いいただいて、ちょっと一緒にトレーニングしようかな、してこようかなと思います。はい、じゃあ、こんな感じで今日はおやすみなさい。お
疲れ様でした。じゃあ、わしに。おっ、ほら、ほっ。皆さんおはようございます。さっき今日の一日の予定話すの忘れてたけど、この後梱包やって記事書いてみたいな。今日はトレーニングオフなんで仕事どんどん進めていこうと思います。でこれがオートミールいつもね430キロカロリー分と、あと胸肉250グラム食べて同じですね全部これはお茶漬けの素飲みます。はい。コロナ対策に剥がせ分パーカーはどうでしょうか。トレーニング時に着てもすごく決まるんで、とてもおすすめですね。まあ、僕も普段足のトレーニングとかなんかによく着てるんですけど、すごく力が入りますね。剥がせ分パーカー一着どうでしょうか。まだまだ肌寒い季節が続きますね。もうそろそろ4月ですけど、半袖はまだ早いんじゃないかな。で、このね、剥がせ分パーカーはね、裏起毛になってるんで、モコモコしてあったかいんですよね。だから、これ一着あれば、まだまだ肌寒い季節、安心ですね。よいしょ、剥がせ分パーカーどうでしょうか。いやーもう結構剥がティーをね、配送してるんで、そろそろね、この T シャツを着た人と俺出くわすんじゃないかな。この T シャツ着た人がね、ジムにいたらウケるな、マジで。ハガッコがね、どんどん今日本中で増殖してるんで、いつか会える日を楽しみにしてます。とあるお客様からね、変な要望があったんですよ。まあ、変って言っちゃいけないけど、いややっぱりね、変だから変って言うけどさ、 T シャツの肩口にもろ手刈りって書いてほしいんだって。もろ手刈りってね、柔道の技なんだよね。確かね、今もろ手狩りは禁止技だよね。確かじゃなくても10年ぐらい前から、いやもっと前、まあ、10年ぐらい前にちょっと禁止技になった、まあ、タックルだよね確か。タックルのレスリングのタックルみたいな技なんだけど、もろ手狩りって書いてほしいんだってよくわかんないけど、柔道やってんのかな、ちょっと忘れたけどさ、書いてきます。肩口に書いてほしいんだって。もろ手狩りと肩口だ、ここら辺か。もろ手狩りだよね。これもろって読み方で合ってるよね。そうって読むけど、もろ手狩り、もろ手狩り、これでいいかな、もろ手狩りとある女性のお客様からですね、女子力が上がってムキムキになる一言お願いしますっていうことなので、愛を込めて書きました。こっちを見なさい男ども、ご褒美は私の笑顔よ、喜びなさい。ちょっとね、空腹と疲労感で30分ぐらい動けなかったんですけど、ちょっとこれから飯食ってまた動いていこうと思います。頑張ります。なんか今までっていうか、減量始めて、まあ、今月で一番、あ、俺減量してるわって感じの倦怠感でした。はい、ご飯の準備は整いました。名付けてのりぼちです。ちょっと今日はダメだ。なんだろう、疲れてんのかな、なんだろう、なんか進まない作業が。今日は4時か5時ぐらいには寝たいんだけど、いけないね、ちょっと巻き返さないと。刺身 170g、 胸肉 80g、 100g のオートミールです。正義を守る、誰が呼んだか、誰が呼んだか、ポセイドン、タンスに入れるはタンスにゴン。私は水上警察隊隊長の海の道左衛門、お茶目なヤシの木カットがトレードマークのドルフィンデカだ。一味のせいかわかんないけど、まあ、多分一味のせいだと思うんだけど、おならしたら出ちゃったんで選択します。お疲れ様です。今4500文字程度で、時間が今6時7分で記事書き終えました。まあ僕がね、四頭筋を鍛えるときに意識していることみたいな記事で、まあ
まずね、まあ、メンタル面から言うと、足トレを地獄とかね、言ってる人は、まあ、足でかくなんないよっていうこと。思ってることとやってることが違うから、そんな一致しないのに、でかくなるなんてありえないっていうこと書きました。で、あと、まあ、意識してること。まあ、膝ロックしないとかもいろいろ、6個ぐらい書きました。はい。まあ、動画の方、皆さん楽しみにしててください。日本のサバ食べます。ライビーベイベー。綺麗な日の出だ。はい、ということでお疲れ様でした。なんか今日はねダメな日だったね。仕事はねなんとかね4000文字オーバーの記事をね作成することができたけど動画は撮れずっていうことなんで、今日起きたら動画撮ります。はい。でね、あれなんだって、今日から3日間ゴールドジムがね、マスク着用でトレーニングしてくださいっていうあれが出たんですよ。連絡があって、マスクしてないと入れないゴールドジムに。で、ジムエリア内はマスクを着用ということらしいんですよね。まあ、3日間だけらしいんだけど、いやー、まあ、大変な状況だよね、今ね、世界的に見てね。人類が初めて遭遇する状況だと思うから、まあ、こういう状況だからこそ、助け合い、協力し合って、乗り越えていかなきゃダメですね。うん。で、相変わらずね、大会があるかわかんないんですよ。で、東京連盟にね、確認した人がいたらしくて、4月の6日にならないと公表できませんと。で、大会申し込みは、申し込み費用は3月27日までに絶対払ってねと。で、払わなきゃ出れないと。で、もし大会が開催されなかったとしたら、返金はしないということだそうです。はい。まあ、すごいね。いろいろと闇を感じるというか。まあ、とにかくね、減量のこともあるし、あと、日焼けの問題もあるから、早く、知りたい大会があるかどうか。じゃあ今日こんな感じで締めます。じゃあまた明日。バイバイ。